なんでこんなボロい工場と契約してるのかね。俺の目の前の男は偉そうにそんなことを言う。仮にも取引先にやってきてその態度はないだろう。でもこの男は自分の考えが絶対なのだ。で、これ売れるの？こんな倒産寸前の工場で何ができるの？俺はこの男の物言いに激怒した。だったらこっちにも考えがある。俺の名前は村山。45歳で父の工場で働いている。父が若い頃に立ち上げたこの工場は少数精鋭。俺は現場仕事もこなしながら次期社長として営業にも出向いている。うちの工場では数年前に特許を取った技術がある。何年も開発をしてようやく特許取得までこぎつけた。そんな技術を使った商品が今、とある企業で売上1位を取り続けている。うちが開発した技術では暖かさを維持する繊維を作ることができる。この技術が大手の医療メーカーで使用され、主に冬用の肌着などに使用されているのだ。使用しているのが大手医療メーカーということもあり、爆発的なヒットを生み出した。この企業の担当だったのは野中さんというかなり年配の人だ。野中さんは最後にヒット商品を生み出すことができたら心置きなく定年退職できると言っていた。そして俺たちと一緒にヒット商品を生み出したのだ。しかし商品が売れ始めた頃、野中さんは突然いなくなってしまった。いきなり連絡がつかなくなり、取引先に連絡を入れたところ、野中さんは自主退職したという。後任の担当者を行かせると言われていたが、社内がごたついているとかで、なかなか後任は来なかった。俺は野中さんに何があったのか心配だったのだが、個人的な連絡先を知っているわけでもないので、連絡の取りようがなかったのだ。担当者が挨拶に来ないまま、うちの特許技術を使った商品は売れ続け、売り上げ1位の商品として巷で話題になっていく。でも、なんだか蚊帳の外だ。うちの工場ではその技術を活かし、別の商品を作り始めることにした。そんな時、新しい担当者だという人物からようやく連絡が来た。名前は桐谷。うちも新しいアイデアがあるので、ぜひ挨拶をしたいと申し出る。すると桐谷は面倒そうに、ああ、じゃあ企画書でも作っといてよ。と言った。いきなり偉そうな態度で、俺は嫌な気持ちにはなったが、電話越しの声は俺より年上のようだったし、仕方ないのかもしれない。そう思い込んで、指定された日に、俺は企画書を用意することにした。それから一週間後、桐谷が工場にやってきた。前の担当がいなくなって、すでに2ヶ月ほど経っていた。桐谷は工場に入ってくるなり、狭いだの、古いだの、ブツブツ言っている。そりゃ大手医療メーカーの工場とは違うだろう。でも、うちはここで特許技術を開発してきた。俺や従業員は誇りを持っているんだ。前の担当の野中さんは、うちの工場を見るなり、これはどういう機械なのか、どういう時に使うのかと興味津々だったが、野中さんが珍しかっただけなのだろう。俺は仕事だと割り切って桐谷に接することにした。桐谷は随分と偉そうに話す。俺がこんな工場を担当することになるなんて思わなかったよ。今は人手不足だから仕方ないんだけどな。と言い、自分は役員の息子なんだと言い始めた。そんな内部事情、俺にはどうでもいいのだが、桐谷は、俺には役員と同じような権限があるんだよ。と言っている。どんなリアクションをすればいいのかわからず、俺は適当にうなずいていた。
なかなか本題に入ってくれないので、話が途切れた隙に、俺は企画書を出し、こちらが新商品の企画書です。と口を開く。桐谷はむすっとした顔で企画書をペラペラとめくる。そして次の瞬間、くだらんなと言って、なんと企画書を破り捨てたのだ。俺が企画書を作ったのは特許技術を使った靴下だ。特許技術だけでなく、他の技術を合わせることで冬でも暖かさが保てる靴下を開発している。すると桐谷は俺を見下しながら、なんでこんなボロい工場と契約してるのかね、と言った。そして破り捨てた企画を靴で踏みながら、で、これ売れるの？こんな倒産寸前の工場に何ができるの？しかもうちみたいな大手に靴下を売り込むなんて頭悪すぎるだろ、と言う。さすがに俺は頭に来た。うちは全く倒産寸前なんかではない。むしろ特許を取ってからは業界内で知名度も上がり、業績は右肩上がりだ。工場の中は古いが、特に新しくする必要性が感じられないので昔のまま使っている。必要がある場合はその都度新調しているし何の問題もない。それなのになぜこんな馬鹿にされるような言い方を桐谷なんかにされなくてはいけないのだ。うちが倒産寸前だと言うんですか？俺は冷静に桐谷を見る。すると桐谷は笑った。こんなボロい工場が儲かってるとは思えんよ。うちが契約を切ったらどうなるかね。俺は口を閉じる。この人、うちの工場を下請けだと勘違いしているんじゃないか？そう思った瞬間、桐谷がニヤニヤと笑いながら、倒産寸前の三流とは契約中止な。今下請けの工場も精査しているところなんだ。こんなボロい工場があるとは思わなかったよ。生産数なんてたかが知れてるだろ。だったら他の大きな工場に任せる。だからお前のところとは契約中止だ、と言ったのだ。俺はカチンと来て、たとえ機械は古くても技術は一流です、と言い返した。ああ、三流じゃなくて四流だったか。四流工場のやつがお前みたいに生意気だとは思わなかったよ。せっかくうちみたいな大手と契約できていたのに残念だったな。お前さっき俺のこと睨んだだろ。下請けは言うこと聞いてればいいだけなのに、何偉そうに睨みつけてきてんだよ。偉そうなのは桐谷の方だし、こいつは何も分かっていないようだ。技術は一流だって言っているのに、わざわざ人のことをそんな風に言い直すあんたの方が四流だよ。思わずそう言いたかったが、ここでさらに言い返したら、俺まで同じレベルになってしまう。そこで俺はうなずいた。わかりました。ではすべての取引は中止ということでよろしいですね。すると桐谷は腹を抱えて笑い出す。お前脅しのつもりか？うちはな、こんなボロい工場との契約を中止しても痛くも痒くもないんだよ。お前自分の立場分かってないんだな。ほらこれにサインしろよ。そう言ってカバンから書類を出してきた。契約を中止するという書類のようだ。こんなものまで用意してきたのか。そう思っていると桐谷は言った。さっき言っただろ、契約している工場の精査をしているって。必要ない工場は契約中止してこいって言われてるんだよ。そういうことか。だったら話は早い。俺はうなずいてその書類にサインをする。そして契約中止が確定となったところで、俺は桐谷に言った。社長を呼んで。何もわかっていないあなたじゃ話にならない。御社の売上1位商品の特許使用拒否するわ。すると桐谷は
ようやくニヤニヤとした笑いをやめる。は？俺は桐谷に今までの契約書類を見せる。まさか契約内容を確認せずにここに来て契約中止をしたわけじゃないですよね。そう言うと桐谷は慌てた顔で契約書類を読み始めた。うちが特許使用を拒否するということはどういうことかわかりますよね。俺が言うと桐谷はようやく理解したようで徐々に顔色を悪くする。ここから先は録画させてもらいますね。と俺はスマホで録画を始める。そして先ほどサインした契約中止の書類を見せながら、すべての取引を中止するということは、特許の使用も拒否するということです。あなたがこの書類を出してきたので、俺はそれに同意してサインをしました。これで取引は中止です。桐谷は顔面蒼白で、特許使用ってこんなボロい工場で特許を取ったというのか？と言った。俺は笑う。まあ、確かに必要のないものは新調していませんし、この建物自体は古いですけど、ボロい工場とまで言われる筋合いはないですね。桐谷は俺の顔と契約書類を交互に見ている。あなたはうちの工場を下請けだと言っていましたけど、思い込みって怖いですね。まあ、そもそも下請けなんて馬鹿にされたら、今後の契約を気持ちよく継続しようなんて思いませんけど。そう言うと、桐谷はもう顔面蒼白だ。社長に連絡してもらえます？と俺は桐谷に追い打ちをかける。すると桐谷は契約中止の書類をつかみ、それを破り捨てた。そして油汗をかきながら、冗談だよ冗談、これからもよろしく頼みますよと言い、逃げるように工場を出ていく。しかし今さら冗談だなんて言ったところでもう遅いのだ。俺はすぐに今まで保留にしていた別の企業へ連絡をする。そこの担当者は喜び、1時間後にうちの工場に来てくれた。その企業からやってきたのは昔の担当であった野中さんだ。野中さんは会社の派閥争いに巻き込まれる形で定年前に自主退職を選ぶことになったらしい。あまり詳しいことは聞いていないが、再就職したのは当時のライバル会社である企業だった。そこに就職してからうちに連絡をしてきてくれたのだ。突然辞めてしまったことを報告してくれて、新しい会社でもぜひ取引をしたいと言われた。しかし、うちにも立場というものがある。今までの取引をすぐに中止して、ライバル会社と取引を開始するのはいかがなものか。その思いを野中さんに話すと、野中さんは納得してくれて。何か動きがあれば連絡をください。私がすぐに飛んでいきますので。と言っていた。だから俺は、桐谷が契約中止と言ってきたとき、いい機会だと思ったのだ。それに桐谷に企画書を渡した商品はうちの自信作だ。桐谷が拒否したのだから、これをどこへ持ち込もうと俺の勝手である。野中さんは約束通り飛んできてくれて、桐谷とのことを話すと難しい顔をした。野中さんによると、桐谷は役員の息子だからと優遇されていたが、実際に仕事ができるわけではなく、権力を振りかざすだけだという。まあ、その人間性は、あの少しの時間だけでも理解できた。野中さんに先ほどの企画書を渡すと、目を輝かせる。村山さん、これはいい商品です。ぜひ我々と一緒に商品化してくれませんか？と、野中さんは意気込んだ。するとそこへ取引先の社長が桐谷を連れて飛び込んできた。村山さん、これは一体どういうことですか？と社長が叫ぶ。俺は
先ほどの桐谷の行動を録画した動画と、桐谷が出してきた契約中止の書類をスキャンし、社長に送っていたのだ。それを見た社長が慌てて、家から戻った桐谷を捕まえたのだろう。どうって、お宅の桐谷さんが契約中止を申し出てきたので、うちはその通りにしただけですよ。冗談だったなんて言っていましたけど、書類にサインさせておいて冗談で済むはずないですよね。社長は顔面蒼白だ。特許の使用を拒否されたら、うちの商品は…と社長が唇を震わせながら言うので、俺は、作れませんね、と答える。そこでようやく社長は野中さんのことに気づいたようだ。君はうちの会社にいた、と言い、野中さんはうなずいた。以前はお世話になりました。しかし今はライバル会社の社員です。と笑う。社長と桐谷は驚いた顔をしているが、野中さんは続けた。村山さんの新商品の企画書をいただきに来たんです。これは絶対にヒットする商品ですので、うちで商品化できると思います。桐谷さんは本当に見る目がないんですね。その言葉に俺がうなずくと、桐谷が睨んできた。野中さんは、私は御社の売上1位の商品を開発するのに尽力しました。しかし、どうせ売れない、なんて言われ続け、社内のくだらない派閥争いのせいで自主退職に追い込まれたんです。結局、売上1位じゃないですか。会社として見る目がないようなので、今では退職してよかったと思っていますけどね。と言う。俺も続けて。そうですね。野中さんが担当だった頃は、一緒に商品開発できてよかったと思いましたが、後任が桐谷さんみたいな人じゃ、今後のお付き合いは控えたいですね。まあ、そちらの方から契約中止を言い渡されたんで、ちょうどよかったですけどね。と笑う。俺はもう一度念押しした。サインさせた契約書を破り捨てたからって、その内容が破棄になったわけではありませんからね。御社との取引は今後一切しませんので、お引き取りください。社長は、そこをなんとかとすがりついてきたが、俺は冷たく言い放つ。そんなことを言っている暇があったら、社員教育でもした方がいいんじゃないですか？桐谷さんは、うちとの契約内容もまるで分かっていなかったようですし、何より工場のことをボロいだの狭いだの言って馬鹿にした。こっちにだってプライドがあるんですよ。社長はポカンとして俺を見る。どうやら社長も分かっていないようですね。それに、下請けだからいつ契約を切ってもいい、というようなことも言われました。工場の人間がいなければ、お宅の商品は作れないんですよ。それを下請けだとか馬鹿にして恥ずかしくないんですか？桐谷は俺を睨みつけてくる。それがわからないのなら、御社の経営はこの先どうなるでしょうね。俺はそう言って笑った。すると社長はムッとした顔で、君にそんなことを言われたくない。と言い、同じくムッとした顔の桐谷を連れて出て行った。俺と野中さんは顔を見合わせて笑ってしまう。それから一ヶ月後、あの人気商品は在庫が底をつき品薄になった。そこで今回の騒動が表に出たのだ。うちの工場には週刊誌の取材が来たほど、取引のあった工場はうちと同じように下請けだと馬鹿にされていたらしく、次々と契約を拒否したという。おかげで商品を作れないという事態に陥ったらしい。もちろん業績は悪化。今では倒産寸前だ。すると社長と桐谷がまた工場にやってきた。二人で土下座をして、どうか契約をしてください、お願いしますと言ってきたが、俺は首を横に振る。自業自得ですよね。
万が一あなたたちの商品を作ってくれる工場があったとしても、もう以前のような売り上げは難しいですよ。他の企業もあの特許技術を使って同じような商品を生み出していますし、デザイン性のない御社の商品よりもっとおしゃれな商品も出てきています。そんな中で御社の商品が再び売り上げ1位を取るというのは難しいと思いますよ。評判も最悪ですし、潰れるのは時間の問題かもしれませんね。そう言うと社長と桐谷は俺を睨みつけたが、俺は笑ったまま、二度とここへは来ないでくださいね。うちは新しい商品が売れていて忙しいですから邪魔なんですよ、と言い二人を追い出した。その数ヶ月後、あの会社は倒産。社長や桐谷がどうなったのかは知らないが、野中さんが街中で桐谷を見かけたらしい。随分とげっそりしていて、ホームレスのような格好だったというので、相当なダメージを負ったのだろう。うちの工場は野中さんの会社と開発したあの企画書の商品が大ヒット。他の企業でも特許技術を使った商品が増え、うちの工場は随分と潤っている。今は特許技術を改良し、新たな技術を開発中だ。父が引退する気はまだまだないようなので、俺は父を支えながらこれからも役立つ技術を開発していきたいと思う。